それでは今週末のエアアジアのフライトチェックインします。そしたらこれチェック入れて OK。 OK。 でここに私は発熱、咳、喉の痛み、鼻水、呼吸器官症状などの、COVID-19 コロナウイルスの症状はありません。私はコロナウイルスが確認された人、疑わしい人、また過去14日以内に、検疫命令在宅通知が発行された人と接触していません。私は旅行日から過去15日以内、コロナウイルスの検査で陽性でないことを宣言します。これをクリックして、こういうふうに、普通ですね。今回席の指定も取ってないので、これ窓際と通路側です。はい、これでチェックイン完了です。はい、これでもうチェックイン完了です。これを携帯、スマホに、入れて、その画像を、入り口で見せて、搭乗口で見せれば OK です。特にプリントアウトしていく必要はないです。すごい便利ですね。